これはもう一番問題だ。もう放射能が絡んでっから、セシウムとかない。とりあえずはこれだけはもう、もうどうしようもない。放射能問題で解決しようがないね。大体福島県の原発の名前出にしないべ、ね、テレビでもラジオでも新聞でも、はい、もう実際新聞3部、俺はテレビ見ないから新聞3部取ってけにもダメだ。放射能問題はどうにもならない。この野菜の価格の低迷ない。そしてこう来年からは野菜はもうやめだと、そういう人も出てんだよね、うん、とりあえずね、福島県の農産物のね、価格の低迷がビジマタイんだね、うん、この1倍持ってたね、この福島県の野菜はね、嫌うんだね。で、会津に出してる人もいない。今会津方面はよっぽどいいんだよ。郡山市なんかダメだよ。もうね、出荷すんなって言ってんだって。いや、まあ問題はこれ今んとこない。米の方もない。今農家から取って全力、あ、おはようございます。全力検査やんだ源氏も、まあ、米の方はね、ある程度保証すら一回源氏も、とりあえず東京電力は対応が遅い。そしてね、国の国会議員、特に福島県関係の人もない、弱い。たまたま俺もそのね、農庁関係とか調整組合の役やってて、その農庁関係とか調整組合はやっぱね、強い農庁の味方してる。本当にこれではない、農家後継者は育たないよ。いや、俺としては農家は最高の魅力だ。そしてね、農作物の一番ね、春が大事なんだ。春坂めっちりやれば、もう収穫がそれなりにちゃんといいか。春が勝負だから。あとは天候任せで。農家は最高だよ。